今日は部長に借りたかまぼこと風伝の続き読もうかな。あ、これは先生からの桃トーク。つくよ、今日はおめでたい2周年の生放送です。つくよには町に散らばっている生徒を探してきて、2周年を記念した写真を撮ってきてほしい。え、わわわ、なんですかこの指令は。記念写真、こんな大役私に務まるのでしょうか。私はただ大きくて皆さんに迷惑をかけるだけの存在なのに。ん？忍術研究部の代表としてもよろしくね、つくよ。お願いします、つくよ殿。あ、そうですね、私は大きくて人に迷惑をかけてばかりですが、先生と部長とイズナちゃんが私を信じてくれてるのなら、忍術研究部の代表としてこの大役果たしてみせます。任務開始です。さささっと。記念写真を一緒に撮ってくれる生徒さん、こうして忍術で隠れながら探してますが、なかなか見つかりませんね。さささ。お、こんなところに空き缶が。よいしょ。よっと。集められる自信もなくって。つくよさん、わかりました。私なんかで写真の端で空間を埋める小石のような存在の私でよければ。は、
ありがとうございます、ミユさん。ではとりあえず二人って、記念写真。先生、さっき記念写真の話聞いたよ。私も手伝おっか。なんてらしくないかな。まさか今日が図書館の外注駆除日で出て行かないといけないなんて、うっかり忘れていました。図書館以外の場所は落ち着かないですし、しかも外なんてなおさら。早くちょっとでも落ち着ける屋内に入らないと。ウィソン？うえか、カズサさん。あ、ごめん、びっくりさせちゃった。こんな人通りのないところで何してるのかなって。私はそのこの子と、いえ何も。ん？どうしたの？本？はい。外で本読むの？へえ、そういうのもいいね。楽しそう。はい。カズサさん、クールに見えるのでもっと怖い人かと思ってましたが、いい人なのかもしれません。それでさ、よかったらみんなで一緒に写真を。あら、カズサさんにウイさん。珍しい組み合わせのお二人ですね。どうされているんですか？実はみんなで普段はめったに外の方と会わないのに、こんなに一気にキラキラしたスクールカースト上位の二人が同時に。耐えられません。それでは私はここで失礼しました。なかなか一緒に写真を撮ってくれる生徒さんいませんね。そもそも私は気づかれてない気もしますし、つくよさんはその避けられてる気もします。私の忍術が未熟ですいません。なんだか逆に目立っているような。失礼しました。ブエア。いや、ういたった。大丈夫ですか？はい。って、ゴミ箱。2回目ですね。私です、つくよです。つくよさん、それにみゆさんも。こんにちは、ういさん。ういさんが走るなんて珍しいですね。何かあったんですか？いえ、キラキラの外の方が眩しくてですね。写真を
写真？写真？そうでした。ういさん、よかったら私たちと一緒に写真を撮りませんか？写真ですか？はい。実は、カクカクしかじかで。なるほど。先生の頼み。なんとなくですけど、私たちなら自然体のままで撮れそうな気がします。確かに私たち通ってる学校もそれぞれ違いますが、なんとなくやっぱり近いものを感じると言いますか。それはなんとなくわかる気がします。わかりました。外の方たちと写真を撮るなんて、本当だったら外に出るだけでも落ち着かないのですが、先生のお願いというのであれば今回だけは。ありがとうございます。それでさ、よかったらみんなで一緒に写真を。さっきのカズサさんが言いかけたのももしかして。なるほど、写真ですか。うん、先生じゃなくつくよさんを手伝って記念写真のメンバーを集めようと思ってたんだけど、そもそもちゃんと手伝うなんて言ってないし、なんだかういさんのこともびっくりさせちゃった気がするし、余計だったかな。いえ、そんなことはないですよ。きっとつくよさんも先生も喜んでくれると思います。そうかな。そんなところで何を相談してるの？ミカさん、事情は先生から聞いたよ。みんなで記念写真を撮るんでしょ？さっきあっちにつくよたちがいたから。こんなところで二人だけで話してないで、このままみんな一緒に写真撮ろうよ。迅速な判断ですね。そうだね。ここで私たちだけで話しててもなんだし、行こうか。こんなところにいたんだ。ミカさん、それにノアさんにカズサさんも。記念の写真撮影だって聞きまして、よかったら私たちもご一緒していいですか？つくよさんたちが話してるのを聞いちゃってさ、人数を集めるのが大変そうとも言ってたから、迷惑じゃなかったかな？とんでもないです。私一人ではきっとこんな多くの皆さんに集まってもらえるなんて思いませんでした。ありがとうございます、カズサさん。それに先生もきっと喜んでくれますしね。お、噂をすれば。先生、もう先生、私たちを待たせるなんて、おかしくない？私のことはお気になさらずに。そうですね。もしかしたら、こうして先生が中心にいなかったら集
集まらなかったメンバーかもしれません。だからこの光景は先生が気づいた証みたいなものなのかもしれませんね。そういうのも悪くないかもね。と、たまには外の方とこうして集まるのも悪くないかもしれませんね。あと、たまには、本当にたまにはですが。皆さん、先生、ありがとうございます。部長、いつなちゃん、私、頑張りました。それじゃあ先生、この自然体の感じのままで撮っちゃってよ。せーの、先生、2周年おめでとうございます。